大見田めじは、日本の政治家。安城町会議員、安城町長、初代安城市長、愛知県会議員、愛知県議会議長、元衆議院議員の大見忠氏は孫。1894年5月6日、愛知県碧海軍安城村麻出教に生まれた。1907年に、愛知県立農林学校に入学し、1911年3月に卒業した。 農林学校卒業後には、青年団の学習会である双葉会に入会し、帰還し、双葉州の1914年3月号には、農業組織改革における組合中心主義という論考を発表している。安城神殿での構想集結に一役買ったことで、地元民からの信頼を得たことで、1920年7月、 安城神殿の集落から推薦されて安城町会議員選挙に出馬し26歳で初当選を果たした。それ以後安城町長に就任する1947年まで23年7ヶ月にわたって安城町会議員を務めている。安城神殿産業組合理事、壁海軍後半連理事、安城神殿のお経組合長なども務めた。 1931年には愛知県会議員選挙に出馬して当選。1951年まで17年3ヶ月にわたって愛知県会議員を務めている。県会議員としては1940年まで立憲声優会に所属し、立憲声優会の解散後には体制翼3会に所属した。 1947年には、足田人氏が総裁を務める民主党の一員となっている。同年の愛知県議会議員選挙では、民主党が69議席中47議席を獲得し、愛知県議会議長には大見が就任。1949年5月には、愛知県議会議長に再選され、1950年8月まで3年、3ヶ月の間議長職にあった。 将来安城町を安城市に発展させることを目標とした大見は1947年に愛知県会議員を一旦辞職し、同年4月5日の安城町長選挙に立候補。自由統計の伊吹康太郎を破り、初当選を果たした。4月30日の愛知県会議員選挙にも出馬、閉会軍選挙区定数6に対しトップで当選した。 1949年の安城町立図書館の開館準備中には、大見が暫定的に図書館長の職務を担い、開館時には初期の岡田清に引き継いだ。戦前には、日本デンマークと呼ばれ農業が主産業だった安城町の市政志向については、日本一小さい市であるよりも、日本一大きい町の方が良い、安城にはまず農村計画の確立を、 などという慎重意見が根強かったが、大海は農村生活の中に都市的文化の恩恵を十二分に取り入れた理想農村を目指す田園都市構想を打ち出し準備を進めていった。市政志向問題が大きな争点となった1951年4月の町長選挙で慎重派と目された農協運動家の岩瀬和一を破り再選した。 1951年6月、安城町商工会が、市政志向の嘆願書を安城町役場に提出。同年8月、町議会は嘆願書を採択。直ちに市政審議会が作られ、大見は自ら人頭に立ち、住民組合長、地域集会、学識経験者などの意見を聞いて回った。そして10月19日、町議会は臨時議会を開き、 1952年4月1日を期して、姿勢を施行することを決議した。ところが、元安城町長の岡田菊次郎がこれに反発、町議会の議決は世論を無視しているとして、姿勢施行反対のビラを全市に巻いた。大見と柴田定次町議は、反対派のビラは虚偽に満ちていると述べた反論を配り、ビラ合戦が繰り広げられた。11月8日、大見は、 市政思向申請書を愛知県庁に提出。岡田を中心とする反対派は、町民大会を開いて、規制を上げ、市政反対請願書を県に提出。別動体の町民政党司会も知事に反対決議文を突きつけるという騒ぎになり、検討局もついに12月県議会への提案を一時、見合わせることとなった。この時、 調停役を買って出たのが、旧愛知四区選出の衆議院議員、中垣国夫であった。話し合いの結果、双方の出した申請書と反対請願書はひとまず取り下げることとなり、1952年1月、市政志向準備委員会が新たに発足した。委員会の委員長には、公職追放を解除された岡田が選ばれた。 しかし、大見は1952年3月12日、突如として、同準備委員会の解散を命じ、県に申請書を再提出した。月光した、反対派の石原一郎県議は34名を連れて、森副知事のところへ乗り込み、県が、大見の言い分を聞いて、姿勢を敷くのなら、安城町北部の今里、大浜茶屋など三部落は、分庁すると、共断判に及んだ。 3月26日、森副知事は、総務委員会を開き改めて両者の意見を聞いたが、依然として、平行線のままであった。総務委員として出席した、大田浩二県議は席上、この問題は全ては、大見と岡田の対立に根ざしているのだから、これが解消しない限り、何度委員会を開いても片付く問題ではないと、述べ注目を浴びた。4月3日に、 総務委員会による現地調査が行われ、4月9月の県議会で、ようやく市政施行案は可決された。5月5日に、安城町は、市政施行し、初代安城市長に就任した。1955年1月17日、愛知県知事の桑原美希根が、任期途中で辞職。これにこうするかのように、大見も1月24日に、市長を辞職。市長選は、 一時戦と同日に行われ、姿勢思考問題で争った岡田菊次郎との一騎打ちとなった。得票数は、大見9921票、岡田9253票で2期目の当選を果たした。1959年2月1日の市長選に出馬するも、中垣国尾や岡田菊次郎の支援を受けた石原一郎に約4200票差で敗れた。 愛知県養鶏連合会会長、愛知県畜産会会長などを歴任している。1959年に安城市長を退いた後も全国農林協祭組合連合理事などの住職を担った。1962年5月、病没。去年68、安城市にある JA 愛知中央日た支店の入り口前には、大見の銅像が据えられている。 対前的人望と演熟せる、政治力は、称賛に値する、全安城市民の絶大な辛抱と支持は、不動的存在であり、姿勢温重な人柄は行望の的でもある、徳、特なえ求人各社。愛知県人物事典に三河編。ありがとうございます。